本当はダイソーとかで100円とかであれば、とりあえずそれでよかったんですけど、まだ iPhone5 用っていうのはちょっと見当たらなかったので、普通に家電量販店で、これはアイジャケットというもので、株式会社 PGA というところから発売されているものですね。で、色はホワイト&クリア。で、ポリカーボネイト&TPU ケース。まあ、値段は1480円ぐらいでした。じゃあ早速ちょっとこれ開封していきたいと思います。とてもシンプルな感じのものですね。ケースなんですけど、ここ背面は一応なんだこれ、ポリカーボネイトの透明のものですね。すごくクリアでいいと思います。背面はポリカーボネイト製で、ものすごくクリアですね。で、このサイドがちょっと安っぽい感じはありますが、まあ保護するには十分なものだと思います。これ素材が、まあ、TPU っていうものですね。なんかシリコンのようでシリコンじゃないような、なんかちょっとぐにゃぐにゃして柔らかいですね。こんな感じで曲がります。で、付属品ですが、液晶保護フィルムと貼り付け用ヘラ、ホームボタンシールが付いてるっていうことなんで、まあフィルムはよくありますよね。あ、これがヘラですね。で、まあこれが拭き取り用のクロス。で、このボタンっていうのは僕初めてですね、こういうものは。使い勝手とかどうなんですかね。ちょっと後でせっかくなんでつけてみたいと思います。はい、それじゃあはめていきたいと思います。フィット感は非常にいいと思います。で、裏面もこの iPhone の美しさを損なわないクリアで、側面はもうしっかり守ってくれるような、落としてもまあちょっと安心かな、そんな感じしますね。こう落としてもここちょっと盛り上がってるんで、画面には当たらないと。側面が安っぽいのがちょっと、っていうとこなんですが、まあ1480円ならこんなもんかなって感じですね。後ろはいいですね。透明で。じゃあ、フィルムは後でつけることにして、とりあえずこのホームボタン、まあ白でしょうね、これをつけてみたいと思います。まあ普通に粘着シールでつけるような感じですね。で、これちょっとあれだな、曲げられないな。曲げたらちょっとかっこ悪いですね、これ。この近く、
じゃあ、いきます。まあ、こんなもんなくてもいいかなと思うんですけど、なんかせっかくついてるんでどんなもんかなと思って。そうそうそう。お、できた。いや、なんかかっこ悪いな。かっこ悪いけど、確かにこれは押しやすい。すっごい押しやすい。あ、ちょっといいかも。なんかこの出っ張ってんのすごくかっこ悪く僕は思うんですけど、でもね、押しやすいわ。ちょっとしばらくこれで使ってみたいと思います。はい、というわけで iPhone5 専用アイジャケットホワイトのご紹介でした。